ザウバー C8 は1985年のルマン24時間レース用にスイスのコンストラクターであるザウバーが製作したグループ C カーである。ザウバーは前年の C7 まで BMWM1 用直列6気筒 3453cc の M88 型エンジンを搭載していた。高信頼性からグループ C2 で人気があったからであるが、 これではグループ C1 の車両と戦うには出力不足であり大出力エンジンを探していた。一方1955年のルマン24時間レースでの大事故以来モータースポーツの世界から離れていたメルセデス・ベンツは本格的にレース活動を再開するためのきっかけを探していた。ここにザウバーとメルセデス・ベンツの利害が一致しザウバー C7 の車種に メルセデス製5リットル V 型8、筒つインターボエンジンを積んで、ザウバー C8 が誕生した。当時レース関係者には、無意識に、ポルシェ956に代表される3リットル級で、高い下級圧のターボ車か、ジャガーに代表される大排気量、ノンターボエンジンか、という思考回路があった。出力の点からは、大排気量ターボ車が有利であるのは明らかであるが、 グループ C が要求する燃費を満たせなくなるので、絵に描いた餅と見られていた。メルセデス・ベンツは、大排気量エンジンに低い下級圧で、ターボチューンをするという、それまでの常識を覆す選択をした。新規に専用エンジンを作成するのではなく、市販車のメルセデス・ベンツ 500SE などに、搭載されていた M117 型をベースにし、チューニングは、スイスマーダーに依頼している。 これにより、中低速域では、効率が高く、メカニカルストレスも小さく、フラットで扱いやすい、出力特性を得られ、市販エンジンベースなので信頼性も高く、費用も安価に済み、しかも燃費も良好と良いことづくめであった。デビュー戦となった1985年のルーマン24時間レースでは、予選中に、ユノディエールで、マシンが飛び上がり、 空中で一回転するアクシデントが発生、決勝の出走は断念した。この年は WEC ジャパンのエントリーリストにも名を連ねたが、結局実戦デビューは見送られた。1986年イブ・サンローランがスポンサーにつき、高水名のクーロスを冠して、世界スポーツプロトタイプカー選手権にシリーズ参戦を開始した。事実上のデビュー戦である開幕戦モンツァでは、 ジョン・ニール・戦、アン・リ・ペスカ・ロロがドライブし9位で完走した。2カーエントリーで挑んだ、第3戦、ルマン24時間レースでは2社とモリタイヤに終わった。宇宙のレースとなった第7戦ニュルブルクリンクでは、優勝を遂げた。ザウバーは C8 で得られたデータをもとに1987年、ニューマシン C9 を投入、メルセデスの技術支援も徐々に本格化していくことになる。 プライベートチームによる出走、ありがとうございます。